まあ、さっき切った板を切るところですね。まあ、ここを来年かな、来年トイレにしたいなと思うんですよね。なんで一応ここは断熱材とかは仕込まないですね。で、多分トイレを増設するときにこの壁ぶち壊して床剥がして、あの極力ほふく前進でしないで作業できるようにしたいんで、まあこんな感じでやっていきたいと思います。あとここの隙間はここの壁の仕切りの柱っていうか枠で埋めればいいや。あ、枠の下にしちゃしてもいけないんだもんな。という、Oh my God、ちょっとまた設計ミステイクスなところがあったので、まあいいか、まあいいか、まあ、ちょっとセキュリティス止めしてそれからっすね。はい、どうも、お疲れ様です。伊藤でーす。で、今ちょっとまあ、テンション高い理由として、今酒飲みながら、レコーディングしてますね。なんかっこいいな、レコーディングって。で、まあ、まあ、がっつりケツなんですけど、動画の方はね。まあ、ここは将来、今ですね、僕、この部屋は管理人部屋になってます。でですね、今僕がいるあの壁1枚は、ちょっとあの洗濯機のスペースと、将来トイレのスペースになるとこですね。あ、まあ、この時6月の後半ですかね、まあ、洗濯機と洗面台の移動が本格的に始まった時になりますね。まあ、ぐにゃ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 こう癖があるんですよね、架橋ポリって。で、まあ、このここは脱衣所か。で、脱衣所の天井ですね、上に穴開けて、あそこを通しつつ、まあ、天井から、給水管を垂らして、それを二股に分けた上で、洗濯機と洗面台に分けるという感じです。で、未だにね、一時側の水圧が治んないんですよね。で、まあ、これに関してはまた、ひたすら怒りと愚痴をぶちまける動画を作る予定なんで、まあ、そっちで見てください。まあ、とにかく VVF ケーブルを、ぶった切んないことが要注意ですね。はい、まあ、これ配管しようと思うパイプをですね、危うくね、VVF ケーブルをノコギリでぶった切るところだったね。ちょっとこれ見た方がいい。これちらっと見えてるのが VVF ケーブルだからな。あ、一応これ多分ケーカル版だな。石膏ボードじゃねえな。うわ、来ちゃってるから、とりあえずこれこの屋根から先に、屋根って天井からやらないとダメだろ。はい、で、あそこはですね、板を切るスペースないんですよ。だからもう、一番広い板を切る作業スペースがあるのこの8畳間だったんで、8畳間を起点として、作業スペースにして、あっちこっち、材を持っていっている、そんな感じですね。ですね、まあ、福島の引きこもりハウスの大工さんからは、まあ、とにかく一部屋、一部屋、一部屋、
を仕上げていった方がいいよと言われたんですが、それだとスペースがないんですよ。材を切るスペースとかね、その作業スペースのやりくりの関係上、全部をちょっとずつやらなくちゃいけないっていう風になっちゃって、まあ、これはですね、初めての DIY の経験則としてはものすごく貴重かなって感じです。やっぱりあの作業スペースをどうやって確保して効率的に回すかっていう感じですね。いや、枝豆うまい。まあ、あとはちょっとカメラを放置して物取りに行き過ぎっていう感じですね。まあ、あとはそうですね、ここが一番スペース狭くて、で、あとは余計仕切りを作るからスペースが狭くなるんですよね。ただでさえ狭いところが。なので、やっぱり、物件の間取りは良かったなと思うんですけれども、その物件の間取りに対しての計画っていうのはまあ結構ずさんですね。でもまあこれは一発目としては全然ありです。で、今のところは、プレオープンしてますんで、あのツイッターの DM で内覧とか、まあ、あの冷やかしに行きたいんですけどいいですかみたいな、あ、メッセージ待ってます。ずっとこれかよ。まあそうだな。で、とにあと天井へはですね登ってはいたんですよ。で、あのマグロールを敷いてここは撤退してますね。あ、もう引けねえっつって、なんか変な釘がもうバーバーバーって出てて、もう嫌だったんで危なくて、あとは棒でつついて奥までマグロールを落とそうと思ったんですけど、いやー、まあ落ちませんね。うん。だから天井断熱を中途半端にやって、中途半端に敷いたマグロール取りに行きたいですもん、マジで。あれはいらない。でもまあ今虫がぬくぬく入ってダニの巣になってんだろうなーなんていう感じで、もう触りたくないですね。で、あと VVF ケーブルに関しては全部、吊り下げ式だと思ってたわけですよ。要は、全部、壁の中を這わすんじゃなくて、天井裏の、ジョイント部分まで一本で引っ張ってきて、で、そのジョイント部分から、各、スイッチのあるところに垂直に下ろしてるもんだと思ったんですよ。全部が、そういう、VVF ケーブルの配線だったんで、天井上がった時にそれ確認はしたんで、いやでもところがどっこい、ここは違うんすよ。いやーでも困りましたね。で、これ結局増改築を重ねてした物件なんで、まあまあしょうがないなって感じ。物件の構造にね、振り回されっぱなしでしたね。まあ今思えば去年床開けてやってた時からすれば、まあ根太が垂直と平行ではなく、まあ微妙に台形とか斜めだったりしたとか、まあだいたい竹古ってそんなもんなんでしょうねって感じですね。で、その竹古の中でも特殊なのがこれですね。もともと増改築を重ねたっていうやつ。で、これがしんどかったですね。多分、1軒目で多分僕にとってのラスボスを引いたみたいな感じっすね。で、まあなかなかいろいろ多くのこと学びましたよ、ほんと。床下に入ってくる水の謎とか。で、常に落ちて沈んでいく塚石の謎、浮いてくる塚。で、根だけで床は踏ん張ってる。そして東北の物件なのに、1枚も断熱材がない壁、天井、床。そして、気密性がほぼゼロ。まあ、蚊取り線香を焚いて煙を見るんですけど、まあまあ垂直に立ち上がんないですよ。でも今は台所ら辺ぐらいかな。どうしてもエアコン撤去しないと隙間埋まんないんで、まあ、なかなか気密性上がってきましたよ、ほんと。はい、スカを入れましょうか。じゃあ今日ここで終わり。はい、まあ、最後ラストはあそこに冷蔵庫を置こうと思ってたんですよ。540リットルかな。で、シェアハウスを転々と僕もしてきたんで、やっぱりその冷蔵庫問題っていうのは消えないんですよ。
だからあそこに冷蔵庫を置こうかなという感じです。まあ、あとプレオープン今年は10月20日くらいまでです。まあ、内覧と冷やかしの DM ツイッター経由でどんどんください。じゃあねー。